岩見沢市、岩見沢市は北海道空地地方にある市で、空地総合振興局の所在地。北海道内における陸上交通の要衝の一つであり、とりわけ高度経済成長期には、近隣の炭鉱と北海道各地の港都市等を結ぶ列車の一大拠点となっていたことから、旧国鉄が全国12カ所の鉄道の町の一つとして公認していた経緯がある。 北海道の中央付近、空地地方の南部、石狩平野の東部に位置し、地域は石狩川砂岸から夕張山地にかけて東西に広がる。市内には石狩川に合流する支流が数多く流れており、そのため橋梁の数も北海道第4位の多さとなっている。JR 函館本線、室蘭本線をはじめ道自動車道。 国道12号234号及び道道6号81号116号などが放射状に交差、接続する地点にあり、国鉄ホロ内線、万事線を失う以前の炭鉱前世紀には及ばいものの、今なお道央地区における交通の要衝として位置づけられている。支障に描かれた金色の米の形も、この四方八方へと広がる交通網を表現している。 市街地は中心となる岩見沢駅周辺をはじめ、ホロムイ、シリング分、栗沢の各駅周辺及び北村市所周辺にも小規模な市街地が形成されている。このうちホロムイ地区は札幌市との距離が近く、JR の所要時間の短さからベッドタウンとしての開発が進んだ地区である。その他、かつての炭鉱街の名残と言える集落が朝日見ると、 万事地区にいましている。また、大和地区をはじめとする国道12号、岩見沢バイパス沿線では1980の2000年代にかけての相次ぐ郊外型商業施設の進出によって、新市街が形成されていったが、その一方で旧来の中心市街地ではデパートが撤退するなど空洞化が目立つようになる。現在はバイパス沿線の商業施設の出店傾向が鈍った。 こともあり、岩見沢駅周辺再開発、駅北土地区画整理など中心市街地、活性化事業が行われている。市街各地には離婚別自然公園、対象地及び離婚別原生林、玉泉館、跡地公園、東山公園をはじめとする代償様々な公園や、緑地が設けられており、市民や来訪者に豊かな自然と憩いの場を提供している。また都市計画では、 緑のネットワークをテーマとし、陸春別川リバーパークや都根別川河川緑地と、銘打った河川敷の緑化推進、街路樹や鉄道防風林の充実などによって、これらの公園同士緑でつなげていくことを目標としている。日本有数の豪雪地帯であり、国から特別豪雪地帯の指定を受けている。1シーズンで累計8メートル近い豪雪量がある。 12月上旬になると寝雪になり、積雪量も一気に増す。しかし、温暖化による気候の変化の影響もあって、近年は、降雪日数や寝雪になる時期が変化しており、局地的な大雪が見られる。連日の記録的な降雪により観測史上最も、深い208センチメートルの積雪を記録した2012年、平成24年2月12日はその最たる例と、言える。 欠編の気候区分では、艦隊湿潤気候に属し、日本海側気候、北海道型と内陸性気候の合併型の気候であるため、陶器は先日のように、降雪量が非常に多く寒冷な気候であり、厳陶器には、連日低く、摂氏10度前後にまで気温が下がる。そのため、降り積もる液質は水分を多く含まない、いわゆるパウダースノーである場合が多い。それに加えて、 風が強いため、しばしば地吹雪の原因となるが、同時に放射冷却の発生も抑えているため、低、摂氏に10度近い強烈な冷え込みは少ない。また、気象観測所が、ヒートアイランド現象の影響を受けやすい、市街地にあり、最低気温を等温分布図で見ると、隣接するエベツやビバイ、新種の津よりも、だいぶ高い数値を示すことが多い。夏季は、井戸の割に暑くなり、 最も暑い時期に摂氏30度を超える真夏日も北海道としては比較的多い部類に入る。1878年、開拓市がホロムイふとし、現在のホロムイ地区ホロ内、三笠市間の道路改作の際、関営旧白所が岩見沢、元町、陸春別川沿いを含む5カ所に設置された。1882年11月13日には、 コロナイ鉄道が全線開通し、ホロム駅が開け駅。1883年、カノマツジが旧白書を借り受けて、宿にし、岩見沢最初の定住者となる。同年に交付された移住し族取扱い規則により、札幌県産業派出所が設置され、山口県、鳥取県他10県からの市族集団移住により、本格的に開拓の区が入れられた。 岩見沢駅を中心に次第に市街が形成され、1884年10月6日に岩見沢村が設置される。岩見沢中別府都市、旭川市間、岩見沢夕張間の道路や、岩見沢苗歌市内間、岩見沢和西間の鉄道が開通し、岩見沢駅も元町から現在地に移転、新市街地が形成されるとともに、陸上交通の要衝となる。 1897年10月には、空地市長が設置され、1900年7月、一級、町村制による、岩見沢村となり急速に進展。1906年10月には、調整を施行し、1908年には、北海道では、函館に次いで2番目に、近代上水道が完成。1943年待望の市政を施行。 1957年、三笠市の桂沢ダム完成によって、上水道拡張事業、都市計画の実施も急速に進展。1961年には、岩見沢駅に、函館本線、室蘭本線、幌路内線、万事線4本の鉄路を裁く、東北以北最大の総車場が完成し、周辺の炭鉱の開発とともに、交通の要衝として発展する。 当時岩見沢駅には500名以上の職員がいたと言われる。しかしながら炭鉱が相次ぐ閉山の時代を迎えたことにより、1980年創車場は廃止され、要衝としての繁栄も曲がり角を迎える。国道12号岩見沢バイパスの開通によって、郊外まで開発が進んだことも、あ、商業施設の郊外出店による中心市街地区移動化が、 浮き彫りとなった。折しも岩見沢駅舎が2000年に火災で全焼したこともあり、駅舎再建、周辺再開発を柱とした中心市街地活性化事業が行われていい。加えて近年は札幌のベッドタウンとしての性格が強まることによる空地地方の中核都市としての相対的な役割低下が危惧されており、求心力の維持、向上に重点的に取り組んでいる。 2006年の北村、栗沢町との合併もその一環である。なお、求心力の指標となる、昼夜人口比率はわずかながら上昇しており、改善の傾向が見られている。開拓者が旧白書で岩見をして疲れを癒したことに、ちなみ、付近が、翌沢、岩見沢と称されるようになる。これが点火し、岩見沢、岩見沢になったとされる。 北海道の市町村としては、珍しい和名を由来の自治体名である。合併前の旧市域の人口は遠隔を参照。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。現市長、松野明、2012年、平成24年9月9日、就任1期目。岩見沢市役所。 北海道警察岩見沢警察署、岩見沢地区消防事務組合消防本部、岩見沢消防署、札幌市に次ぐ道内第2位という多額の財政調整基金を積み立てたため、財政力指数の低さの割には安定している。また、将来負担比率が非常に低いのも特徴。2008年度当初は空知南部地域として岩見沢市、美バ市、 三笠市、北村、栗沢町、月形町の6市町村で合併を検討。協議会を設置するも、月形町が単独調整で、美梅市、三笠市も単独姿勢継続で離脱。残った3市町村で合併協議会を設置。3市町村の住民アンケートでは6から7割が賛成し、合併が実現した。合併後、旧町村の助役は、 産与という特別職の地位で、栗沢北村漁師所長に就任。2019年、令和元年5月16日現在。2019年、令和元年5月14日現在。米、玉ねぎ、小麦などの日本有数の産地。寒暖差の大きい気候が果物の生産に適しており、果樹エニや直売専門の小規模な農家が点在しているほか、近年は、 ワイナリー設立やビニヤードの新規収納が多数見られる。また、昭和初期に農場の外従駆除を目的に放たれた経緯から、国内では珍しい食用の生地が養殖されている。市で、高設道大地方卸売市場、株式会社岩山岩見を設置。分譲済みの岩見沢、東町鉄工、栗沢、分譲中の岡山、南空地流通工業。 上ホロムイ、道王クリサワを合わせ、計7つの工業団地を有する。製造品出荷額は増加傾向にあり、内訳を見ると、軽工業が中心で、中でも食品加工業が全体の40%以上を占めている。小売業においては、大規模、中規模商業施設が数多くあることから、周辺市町村からの買い物客の出入りが活発である。それを表すかのように、 年間商品販売額を見ても岩見沢市より人口の多い江別市や幌市南区、手稲区などを上回っている。また交通の要衝として物流に適しているため、近年までは卸売業も人口に比して盛んだった。かつて三笠市や美梅市の炭鉱が閉山した際に市内の商店の売り上げが大幅に落ち込んだことがあり、 周辺市町村の経済状況に影響されやすい傾向がある。大手企業の子会社等を除き、大多数を中小、零細企業が占めている。かつての石炭産業に関連した企業も立地する。銀行。共同組織金融機関、JR 岩見沢駅、中央バス、岩見沢ターミナルを中心に、岩見沢市内や周辺市町村、三笠市、 美梅市、新市の津村、栗山町等から札幌方面等への乗り換え地点として重要な位置づけとなっている。かつては、幌内線、万事線も分岐していたが、現在は廃止されている。岩見沢ターミナルを中心に運行。このほか、民営バスの撤退地区において、無料市営バス路線、もう秋ら万寺栗沢ホロムイ駅などを運行。 岩見沢県エリア、様々な地域の人が行き交う、交通の要衝という土地柄のためか多様な文化が見られる。また、庶民向けの文化が多い傾向がある。主なものは各説に適彩。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。